リッキー、ニッキー、トシー、セクシーストーンズだこの野郎、バカ野郎、お前なんだあのデブは、ふざけやがって、じゃあ、あとは任せて、トシバ、お前と組むのは本当に長いキャリアの中で今日初めてかもしれない。あとはもうおじいちゃん、こんな逃げるなこれ。こんなあんな心強いパートナーね。リッキー、ありがとうな。ありがとうございました。お前はもう本当にすごい。まあそうです。どん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 進歩してる。はい、まあ今日グランドスラム超満員のお客さんの中でなかなかねこう組むことのない3人で勝てたっていうのは良かったと思います。はい。なあ超満員のお客さん。そうですね。嬉しいね。ありがとうございます。はい、そしてリッキー富士。まだ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 走り続けるぞ。いや走り続けると疲れてしまうかもしれない。では休み休みゆっくり歩きながらこれからもこの 2AW を歩き続けるぜベイベー。ウォー See you。 あと今日から発売のこのタオルぜひ皆さん買ってください。以上です。あくそ長く負けてしまったな。そうだマック声が足りてないんじゃないか。水飲んじゃいましたけど。水飲んでしょうか。ダメだそりゃ。そうだお前ダメだぞ。ダメだぞ。ダメだぞ。ヒーローはマックスコインなんてパンプするものだ。そうだ。ああ、ついちゃいけない。ヒーロー。お。ヒーロー。頑張ります。頑張ります。よし。頑張っていこう。行こう。せい。ほんちゃん、ほんちゃん、ほんちゃん、わかる。俺の姿わかる。そして俺の気持ちわかる。ほんちゃん、元気になったよ。なぜなら、なぜなら、王冠が私の元に帰ってきたのだ。もう一度、つまらない諸君に、頭の悪い諸君に説明しよう。私の名は、ザ・アンドリュー・キング・チャンゴ。覚えとけよ。おい！これなんだよ！チャンゴ！おい！でかいんだよ！ユーレイ！ザ・ニュー！スモール、スモール！ザ・ニュー！アンドリュー・キング・テイラー・アダムス。テイラー・アダムス。ノー！イエス！マイ！エブリワン！アンドリュー・キング・チャンゴ、ウォーじゃない。ノー！ノー！あいつらバカなんだよ。キング！ニューキング、リアルキング、Do you understand? No. Do you understand, King? No! Me! You, リアルキング? Yes! No! Everyone! リアルキング、リアルキング、 The Andrew King、 ジャンゴ、テイラー・アダムスです。ジャンゴです。テイラー・アダムスです。ジャンゴです。テイラー・アダムスです。ジャンゴです。ジャンゴ、これだよ。返せよ、返せよ、こんな野郎。もう誰も来ないね。守り切ったぞ。今日こそ守り切った。このクラン、この王冠は俺のものだ。もう一度、クソな貴様らに言おう。My name is Real King. The Andrew King. ちゃんも、わかったな。おい、これは俺のものだ。藤田実のものでもない。ましてや、テイラー・アダムスのものでもない。何度でも言おう。我が名は、The、アンドリュー・キング・ジャン、なんだお前は、ふざけんじゃないよ。お前はノーマル、ノーマル、ノーチャンゴ、リアル・キング、ノーマル・ジャンゴ、ノー、レギュラー・ジャンゴ、はい、リアル・キング、マイ、マイ・クラン、はい、マイ、マイ、マイ、大丈夫。もちろん今まで一番強い大事やったな。最後のグータッチは俺は一緒に 2AW を盛り上げていこうっていう意味なんやからたまには返してくれよ。まあでも、その俺を倒したい、上の人間を倒したい、その強い気持ちがあるからこそ今若手の中で一人飛び抜けたなと思う。大樹だけじゃないけど今一番上におるんはお前や。俺はチャンピオンとして 2AW のエースとしてお前に期待してるからな。ほら、2AW、自分が所属してる団体のビッグマッチでチャンピオンとやる機会を与えてもらったのはよかったけど、全然まだまだ把握さない。俺の一つの目標であるあそこたどり着くまでもっともっと頑張らないといけない。今日7番勝負は終わりました。戦ってくださった先輩方ありがとうございました。この7番勝負が終わって俺が今後どうなっていくかっていうのは言葉じゃなくて、
試合で見せないと意味ないんで、今後も 2AW の若者たちから目を離さないでください。ありがとうございました。よっしゃあ、見たか、やっとだな通じ合えた気がする。いや、このさ、カメラ前のね、皆さんね、俺たちがさ、通じ合うことないとな、疑った人何人いるな、結構いっぱいいたと思うんだよ。でもさ、見たかよ、おい、これが俺たちの真の姿なんだよ。そうだよ、そうだよ、見たか、あの最後、最後のなんか、なんだあれ、なんて、なんだあれ、すごいな、おもう勢いだな、勢いだ、で勢いでさ、出るんだよ、もう俺たちの、二人のフィルムだったらさ、そう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 、そういうことだ。これからさ、どんどんいろんなものを二人で生み出していくよ。新しい道を切り開いてさ、新しいのを生み出してさ、そしてさ、行こうぜ、まだ見ない、誰もまだ見たことがない高いところまでさ、二人で登ってこうぜ、行きましょう、すぐに行こうぜ、行っちゃいましょう、よし行こう、よし行こう、レッツゴー、レッツゴー、オーケー。おい、くそ、なんだなんだ、おい、あんな、くそ、あんな事故みてえな技だよ、くそくそ、計算がやったな、おいあ、おいあれ計算が言ってたらよ、また違ったから投げてきたよ、くそ、おい最後の最後に行った完成させやがった、あいつら、おいもう一回やらせろ、あいつらと、もう一回やらせろよ、ちゃんと、おいちゃんとしたチームとしてやらせろ、お前、おまたそしたら俺たちが勝ってやるからよ、おい大丈夫か、ごめんなさい、タイさん、いやごめん、悔しいね、うん、確かにね、うちらは正規タッグではないけど、でも一番近いね 4.4 に後楽園ホール、アクトレスガールズの後楽園ホールがあったので、その後楽園ホールにうちら二人が代表してのベルト、新垣と笹村が巻いてるディアナさんのベルト、アクトレスガールズに持って帰りたかったけど、それを叶えることができなくて、めっちゃめちゃ悔しい、ごめんね、最後すいません、助けに行けなかった、いない、自分は違いないです、本当に、いや、まあでもチャンピオンは改めて強いなっていうのを感じたし、ああいうチャンピオンだから私もミクもこの間のね防衛戦、初めての防衛戦を見て挑戦したいと思っていきなり声を上げたので、でもそういうことなんじゃないかなって思いました、今日戦ってみて改めて、なので防衛するだけしてもらって、またアクトリスガールズ、まあミク私かもしれないし、誰か代表するアクトリスガールズが奪いに行くんじゃないかなと、そのキラキラのベルトを、いや悔しいね、悔しいです。最近でもね、ミクはすごい気持ちが出てたから、今日も多分自分が取りたいっていう気持ちがすごい強い中でリングに上がったのは私は分かってたので、笑顔につなげられなかったのが本当に悔しいですけど、でも今後あなたは必ずベルト前線に出てくる選手なので、それを形にできるように 2AW をご覧の皆様もぜひアクトリスガールズ青野美久本間隊注目していてください。一言、次は絶対に勝つ姿をお見せできるように必ずします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。防衛しろよ、知らに勝ったんだから。次に行きますよ、ちょちょだ、はい、やった、これもう決定ということでいいんですかね。決定ですね、そうですね、4月18日ディアナのパルツ川崎大会でルミナス対 3A のタイトル戦が決まりました。まあ前回のルミナスと同じと思ってもらってたら多分5分で決着がついちゃうと思うので、しっかりね、はい、向こうが
チャンピオンですけれども、がっつり取り返したいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目、防衛したぞー、イエーイ、よっしゃー。やっぱね、あんまり知らない相手との、あんま対戦したことがなくて、私。でもそんな相手から勝利を奪い、うん、そしてこのベルトがちゃんと私の元に帰ってきたことがもうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、私は試合前から本間大選手からギブアップを取るっていうのはずっと言ってたんですけども、まあ、今回その本間大選手からはギブアップ取れなかったんですけども、まあ、そのパートナーである青野さんからギブアップ取れたっていうのはすごい、まあ、本間大さんにねプレッシャー与えられたんじゃないでしょうか。まあ今度はこのベルトかかってなくてもいいので直接本間大さんからギブアップいいね取りたいと思います。よし、はい、そしてなんと私たちね次の防衛戦も決定しました、うん、ねなんかね喜んでる時に、ね、そう喜んでる時に、ね、なんかよくわかんない2人入ってきて、買ったよリッキーさんのマスクと T シャツ、買ったよ私のことしか見えてないし、うん、もう絶対防衛でしょこれ次も、ね、そう、まあ、4月18日、うん、まあ、ディアナのホームですけど、うんうんうん、まあ、そんなの関係ないです、うん、ね、私たちが大丈夫3度目の防衛したいと思います。俺自分自身で言ってんだよ、今年2021年は滝沢大志の年にするって、ああ年男だからよ、ああ俺の年にするって言ったんだよ、ああそのためにはよ吉田屋とお前を倒さなきゃいけないよ、ああ確かにこの1年でとんでもねえチャンピオンになっちまったなおい、でもよそうでなきゃ倒しがいがねえよ、ああチャンピオンになる、お前を倒さなきゃチャンピオンになる資格もねえ、だからよ全身全霊をかけて吉田屋とお前を倒す。この私が持ちかけたようなイデオロギー闘争、その闘争に完全に負けてしまった。プロレスは強い者が正しいし、弱い者は淘汰される。私はその後者になっちゃったけど、でも信念が曲がったわけじゃないから、俺は別に今回の負けが次につながると思ってるし、いつもプラスに頭が動いているから、行動し続けるよ。お前がチャンピオンになったとしても、そこで俺が挑戦するかもしれへんし、まだ挑戦者決定戦があって、何かあるかもしれん、その時に、俺が一矢報いる、それだけや、今日は俺が負けた以上、お前は強いよ、頑張れよ。まああの試合見せられて、挑戦者として納得いかんわけないから。それに滝沢大志この前やった時は、王国におって、それでも1対1でタイトルマッチした時に滝沢さんは滝沢さんやって思った、素直にそう思った。次はより足かせのなくなった滝沢大志、もちろん楽しみや。今日の浅川みたいに俺は最後へばることないからな。滝沢大志がっつりやり合おうや。くそ、今日は、確かに俺たちが負けた、でもな、フリーダムズとズレダブルの対抗戦、まだまだ続くんだろう、そのタックベルト、こっちはまだまだ諦めてないからな、何度だって挑戦してやるからな。こっからもう一点早上がってよ、あのベルト挑戦して、俺たちが取るまで挑戦し続けるぞ。だからてめえらな、あいつら中途半端なやつに負けんじゃねえぞ。しっかり俺らでもって積み上げて、あいつらに取り返しちゃうぜ。じゃあ行ってやるよお前。おい、そのベルト
絶対取るまで諦めないからな。覚えとけ覚えとけ。決まった決まった決まったぞ。タッグのタイトルマッチ4月29日コーラゲンホールで。そうだよ、俺たちが俺たちがベルトを巻くチャンス来たよ。絶対負ける俺たち、今俺たちだったさ、絶対にさ、この2W のタッグの頂点絶対掴み取れるよ。絶対掴み取る、掴み取ろうぞ。やってやろうぜ、絶対やってやろう。こうちゃん絶対逃がさねえ。オーケー、絶対よし、勝ったぞ。ああ、正直すげえボロボロだよ、おい、すげえボロボロだ。ああ、けど勝ったの俺たちだ、おい。ああ、平田杉浦、ああ、正直お前らめちゃくちゃ強かったよ、めちゃくちゃ強かった。ただフリーダムスと別にこれで終わったつもりねえよ、おい。ああ、またいつでもどこでもどんなルールでまた割ってやるよ、おい。ああ、お前らが心折れてなければいつでも来やがるってんだ、おい。そして、そして次だよ、おい。おい、めちゃくちゃ熱いやつらが来たな。橋本さん、おい、めちゃくちゃ熱いやつらが来たよ、おい。俺は嬉しいよ、おい。ああ、大和博士、おい、あいつの熱い気持ちグッと来たよ、おい。しも俺がチャンピオン権限で決める、おい。4月の後楽園ホールで大和博士、最上9とベルトをかけて、おい、防衛戦するぞ、おい。熱いよあいつら。絶対にホールを爆発させるぐらいの熱さで勝負しようじゃねえか、おい。やってやるぞ、おっ